ミキコの部屋始まるよ。5月30日時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットするこの時間帯、皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いします。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、どこでもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。さて、いつも大阪でこの番組をお聞きになられております江上真紀さん、そして東京の方でお聞きになられております山川ひろきさん、今日は県外でお聞きの皆様にも必聴ですよ。さあ、本日のゲストさん、もう間もなくお目見えになる頃です。はい、お待ちしておりましたよ。おはようございます。おはよう。はい、リン君、久しぶり。久しぶりです。ありがとうございますね。いえいえ、とんでもないです。もう昼なってるからね、今日は ね、そうですね、もうね。こんにちはですね。、うん、はい、こんにちは。今日あの紹介したい人がいるって言って連れてくるって言ってたさね。連れてきた連れてきた連れてきた、すごい人連れてきましたよ。へ、どうぞどうぞ、お入りください。びっくりしないでくださいね。はい、もうどうぞお入りください。はい、のどうぞどうぞ。尾崎さん、ご紹介もよろしくお願いします。はじめまして、どうぞお入りください。お邪魔します。はい、ではリン君、はい、ご紹介いただけますか。はい、どうぞ。本当にすごい人ですので、はい、心して。株式会社、はい、オザキック、はい、代表取締役社長でもあり、はい、現役の女子プロレスラー、きやー、尾崎真由美さんです。ありがとうございます。尾崎さん、間違いなかったですか。リン君の紹介。本当ですよ。リン君、ありがとうございます。ご紹介、もう美しい。とんでもない、とんでもない。眩しい。どうしましょう。言われなければわからないですよね。何をですか。プロレスラーって全然わからない。あ、そう、外歩いてたらわからないですよね。本当本当、今褒めときますよね。後で何言われるかわからないんで。いえいえいえ、もう本当にお美しくて、もう私ちょっとびっくりしてるんですけれども。はい、初めまして尾崎さん、よろしくお願いいたします。あの、まずあの FM ギノワンお聞きの皆様にも尾崎さんの声を通してぜひ自己紹介していただきたいんですけども、はい、お願いできますでしょうか。はい、オザアカデミー女子プロレスの尾崎真由美です。そのまんまじゃん。そのまんまだ。そのまんま。適当ですね。いや、メンソーレ。メンソーレ。にぎやかな感じになってきそうです ね。ありがとうございます。あの、リン君は先月4月4日ですね、そうですね、仲良し3人組の皆さんでお越しいただいてたんですけれども、はい、せっかくなのでリン君も自己紹介しておきましょうか。あ、はい、どうぞ、はい、お願いします。前回出させていただいた時にちょっとお話ししたんですけど、はい、5月の14日に、はい、沖縄市の方で、はい、テモミヤ、テモミヤ今確認してたの。オープンしました。オーナーさん、ありがとうございます。変な間がありましたね。だってね、尾崎さんに突っ込み入れてるもう大変。はい、で、あの、今回はリン君が尾崎さんを紹介したいということで、はい、FM ギノワンミキコの部屋にあのご招きしたということになるんですけれども、はい、ちょっと私ドキドキしてるんですけれどもね、少しずつあのお話聞かせてください。はい、尾崎さんは沖縄には年に何度かいらしてるということを伺ってますから、これは興行って言ってるんですか。そうですね、興行で試合でだいたいいつも1月と7月に年2回やって、なるほど、はい、あとはもういろいろマップスターあるとか、いろいろ、ね、ありがとうございます。今日もね、あの番組あの始まる前にサインもいただいて、あの
動画でお楽しみの方は裏の方でも見えるかと思うんですけど、大きなポスター、素敵なポスターを貼らせていただいております。ありがとうございます。ポスター係なので貼っといてって言ったらこちらに貼られちゃったのでじゃあその、 あのご案内からまずお願いできますか。今年もまた7月に大きななんかあるんですよね、興行、はいはい、が、はい、じゃあお願いします。7月15日、はい、3時から、はい、名村ホール松山の、那覇市松山の方ですね、はいはい、で試合があります。はい、こちらは昼間 の、 あの試合がスタートということですね。はい、3時から。なるほど、はい、ごめんなさい、私実際生でその女子プロというかプロレスの試合を見たことないんですけど、何試合かをずっとやっていく感じですよね。そうですね、大体いつも5試合ぐらいかな。なるほど、はい、じゃあ3時スタートだったら、うん、もう6時7時ぐらいまでかかっちゃう感じですか。いや、そんなにしないですね。あ、まあ、大体2時間半とかかな。わ、はい、かりました。6時には終わりますね。わかりました。尾崎さんはプロレスというものの出会いとかきっかけっていうのをお聞きしてもよろしいんですか。そうですねあのやっぱテレビで見て。なるほど、はい、ちょうど昔ね、よく夜とか ね、 そうですね、やってましたよね。ちょうどクラッシュギャルズとかダンプ松本とかが全盛期の時で、はい、ちょっとテレビ見て、あ、これやりたいなと思って、思ったんですか。思いました。なるほど、あんまり大きな声では言えないんですけども、私も見てました。本当ですか面白いですよね。そう、あの、ビューティーペアの時代はよく分かんないんですけども、ね、それこそあの本当にあの長与千種さんとかね、出てて、ダンプ松本さんがね、なんか竹刀を振り回してっていう、いうのをまあ見てはいたんですけども、私どちらかというとあのアントニオ猪木さんとか藤波さん派だったので、はい、そうそう、ちょっと 渋い感じですね。はい、まあ、あの武藤敬司さんが出てきてからちょっとだんだん見なくなりましたけれどもね。そうなんですよ。もう なんかね、ちょっとあの尾崎さんのこのプロフィールを見るたびに、おお、なんかこの人も知ってるかも、知ってるかもという名前がどんどん出てたので、私もちょっとドキドキしてるんですけれども、はい、さて今あのこのオズアカデミーというあの団体があるんですよね、はいはい、そこにはたくさんのレスラーが所属されてるかと思いますが、どのぐらいいらっしゃいますか、はい、所属はね少ないんです。全然いなくて。そうなんですか。4人しかいなくて、で、オズメンズって、はい、男の人もいて、ね、はい、それがまた沖縄の子なんですよ。見ました。はい、皆さんもね、なんかちょっとネットで検索するとすぐね、選手の方々出てくるんですけども、うん、那覇の出身でしたっけ。なんか沖縄の方いましたよね。沖縄、そう、男性の方ね。そうそうそう、ジム持ってますよね。ジムでした。ジム持ってる。そうなんですね、はい、総合格闘技のジムと、有名ですよね。有名ですね。でちょっと見たんですけど、あのアジャゴングさんもそこに所属していましたかね、うん、そうです、そうです、ね、はい、私もあのこちらで来る前に何ですか。アジャゴングになってる。アジャコングアジャコングです。アジャコングさんも来てます。もうゴングになっちゃったよ、私の原稿がねいえ、大変失礼しました。アジャコングさんも、はい、所属されている事務所ということで、にぎやかですね。そうですね、本当毎日盛り上がってるんだと思うんですけれども、いえ、言うこと聞かないやつばっかりですよ。あ、そうなんですか、はい、そんな場合はどうされるんですか。もう私がもう悪者なんでそんな、はい、こんな大美しい悪者だったらみんな言うこと聞くんじゃないですか。全然聞かない。あ、そうなんですか業界一のヒールですか、はい、あ、そうですかでもね、なんか生まで見たことはないんだけど、行ってみようかなって気分になってきました。尾崎さんに会って。人が遅いよ、7月。本当、なんか、うん、いいんですか。何て言ったらいいんだろう。来てほしいね。キャーって、はい、いつでも連絡ください。わ、うん、かりました。ぜひぜひリン君が、はい、やった。じゃあリン君に連絡しようと。お願いします。 OK、 じゃあそれではここで曲一曲いっちゃいましょうかね。尾崎さんの一押し、今日何聴きますか。この天気でいきましょう。選んじゃってください。はい、はい、こうおじい自慢のオリオンビール、いっちゃいましょう
お届けしています。本日のミキコの部屋は第24代オズアカデミー認定タッグ王座でもあります女子プロレスラーの尾崎真由美さんとからの、はい、マッサージ師のリン君にお越しいただいております。ありがとうございます。イエーイ、豪華だ豪華だ。永遠に愛される憎まれキャラですって、憎まれキャラですってキャーついたもんいただいております。これ褒められてるの？怖くてみんな喜んでます。すげえなーと喜んでおります。ありがとうございます。さあ、さて前半あのお話を伺って少し女子プロレスの世界がちょっと私も身近に感じてきたところなんですが、ここでこの番組の唯一のコーナーに行きたいと思っております。尾崎さんもね、なんか沖縄にたびたび来てるということなのでご存知かなと思っておりますが、さあこの番組唯一のコーナー行きますよ。おいしいものシャイコー。さあご存知かなというのはですね、今日紹介したいのは A&W エンダーというファストフードのお店があります。今まで行ったことございますか？はい。じゃあそちらのですね、ちょっと王道ではありますがハムチーズサンドと、私今一番おすすめのオレンジチキンサンドというのを持ってきました。じゃあお二人にご試食いただいて食レポです。皆さんにこの美味しさと感じをお伝えいただければと思います。どうぞ召し上がれ。オレンジジュースも飲みたかったですね。そう、あのごめんなさいね、あのもしかしたらアルコールを注文されるかと思って。これは王道のハムチーズサンドです。おいしい。オレンジからいきます。これね、多分マヨネーズはあれなんですよね、沖縄独特のエゴーマヨネーズが使われてるかもしれない。どうですか？オレンジ食べたい。どうぞどうぞ。これ、オレンジチキンサンドです。ちょっと意外な感じですけど、ジャムですかね。なんかね、チキンとオレンジが合うんですよ。オレンジピール、はい、チキンクリーム、あ、チキンとクリームチーズ、オレンジピールの初タッグと書かれております。がっつりといってください。無言で食べてますけど、この二人なんか言ってちょうだい。いかがですか？オレンジいってますね。あ、本当だ、オレンジだ、うん、でしょ。なんか意外な感じですけど、いいですよね。美味しいです。まあ、ここにね、うん、もしかしたらエンダーのオレンジがあったらもっとベストだったかもしれない。申し訳ない。マーマレードみたいな感じ。それもあるかもしれないですね。はい、そういう感じです。もうね、沖縄そば、タコライス、ポーク卵に負けないぐらいの、ね、ソウルフードですからね。あのルートビアとかがね、有名にはなってたんですけども、シンスなんと1963年。55周年だそうですよ、沖縄に来ていた、ね、すごい。あのみんなに愛されるエンダーなので、またお越しの際にはぜひ食べてください。さて、じゃあ試食続けてる間にもう一曲流したいと思います。今度は尾崎さんが大好きなアーティストと伺ってますが、はい、大黒摩季さんの曲でいっちゃいましょうか。お願いします。では曲名を、夏が来る。はい、
はい、お届けしています曲は大黒摩季さんで夏が来た。もう夏です、沖縄は暑いです。梅雨のような梅雨でないようなね、ずっとお天気続いておりますけれども、さて実は私この間から尾崎さんのブログを拝見させていただいておりまして、はい、見ましたよツーショット写真。なんかもうとなんかおめめハートな感じで、もう家宝です、家宝。一緒にねツーショット撮ってもらった写真がブログの方にアップされておりました。さてそんな素敵な音楽を聴きながら、9月にはまたなんか大きな、そうなんです、イベントが9月17日に、はい、横浜文化体育館で年に一度 の、 ビッグマッチですね、はい、一番大きい大会です。4時から。このブログ の、 拝見した時に花魁を着ている尾崎さん、そう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 、素敵セクシーびっくりしました。はい、そうです。何ですかこれが衣装になっちゃうんですか、かもしれない。いつもなんだっけ、ステージがすごいんですよ。ほうほうほう、セット。へえ。で去年は海の、はい、海底みたいな、なんかそうそうそう、そうそう、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな。で今年はオイラン、とっても似合ってました、綺麗でした。皆さんもぜひチェックしてください。オイラン姿のね尾崎さんがいらっしゃいますよ。はい、さてさて、もうあっという間の時間なんで、また7月にこれ女子プロのこのね、はい、松山でもあるんですけれども、たびたび来てるということで、もしかしたらね道で見かけてるかもしれないね皆さんね。せっかくなので尾崎さん、もしよかったら FM 技能をお聞きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。お願いします。そんなメッセージじゃないんですけど、はい、リンクじゃ今日、うん、たっぷり尾崎さんの満足するところ全部連れてってくださいね。あれですね、とりあえず生で見てほしいんで、はい、そうやっぱテレビとか見るのと全く違うんで、迫力も、そうだからぜひ一度生で見に来てほしいなと思います。私も思いました、うん、テレビはねなんかすごく一回フィルター入ってる感じなんで、ね、うん、そうですね、音とか、うん、ね空気感とか、そう全然違うんだろうなと思って。沖縄のお客様ってどんなですか。あ、すごいノリいいですよ、みんなノリがいい。みんな指笛してるんでしょ。そうね、そうまあ、お酒飲みながら楽しく、ね、はい、本当に見てますかみたいな、これも歩いてきても飛んできても何やってもみんなふうふうやってそうな、コンサート会場とかいろんなイベントをやっぱり沖縄の方ってなんか盛り上がるとやっぱり指笛が出るみたいで、ピーク指笛できます。できますよ。はあ、やっぱり沖縄の人ですね。ね、うまいですよね、それで沖縄の人ね。そうそうそう、なんか指使わないでもやってしまう人いるじゃないですか。ベロだけでっていうのを使うけどね。そう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 、まあまあまあ盛り上がるのですごいんですけど、多分きっと試合の時も流れてるんだろうなと思ったら、うん、やっぱりそうだったんですね。そうですね。リンクは何か今日ご案内することございますか。いや、先ほど、はい、はい、手もみあおぐりは順調ですか。はい、順調です。じゃあ今日は尾崎さんのほぐしてあげてくださいね。はい。目見ない、目見ない、ね、本当に本当に、はい、前回私ちょっとお邪魔してお願いしたんですよ。本当ですか。びっくり、結構強くやられたんですけども、翌日正直この揉み返し、うん、っていうの失敗だったんですけど全然ない。うまいんですよね、うん、全然本当素晴らしかった。力強いからすごいいいです。そうそう、私もガッチガチなんですよ実は。肩とかこれもこれこれすごくて、うん、大丈夫ですかってながら大丈夫ですよって結構強い力で、手もみやほぐりんは沖縄市ヒアゴにございます。ヨギですね。あ、ヨギなんだ、はい、ごめんなさい、住所はヨギになってます。あ、ございますね。329号線沿いにございますので、はい、皆さんもよかったら手もみやほぐりんも行ってみてください。よろしくお願いします。リンくんが頑張っております。はい、はい、さてもうあっという間の時間だったんですけれども、私これからまた女子プロレス盛り上がることを心より願ってますよ。ありがとうございます。はい、そしてオスアカデミーの盛り上がりもそうなんですけれども、尾崎さん体調には気をつけて、はい、もう怪我とか ね、 そうです ね、 ね、もう本当に風邪とかも言ってられないとは思うんですけれども、ね、ぜひこれからのますますのご活躍心より応援しております。はい、これからも刺激的な試合どうぞ続けていってくださいね。ありがとうございます。もう生涯現役でガンガンいってくださいよ。笑われちゃった。全然何言ってんのって言われますよ、この辺のおばあちゃんたちに。元気ですから皆さん。はい、本日のゲストはオズアカデミー女子プロレス所属、株式会社オザキック代表取締役尾崎真由美さんと
デモミアホグリーンのリンくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます、はい、沖縄も楽しんでください。はい、はい、海もお酒もお酒もお酒漬けじゃない、お酒飲む、いやいや、またね、エンダーも行ってくださいね。はい、ありがとうございます、はい、あのミキコの部屋このギノワンにありますので、あの気楽に訪ねてきてください。あ、わかりましたピンポーンって押せばあの大丈夫ですので。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっちゅう来ちゃおう来るとき一回リンクにも言っといて今日はあのリン君にこの後何かがかけられると思いますが、皆さん心配しててくださいね。私見守っておりますので、あ、尾崎さんのブログもちゃんとアップされていますので。あ、ありがとうございます。はい、皆さんお聞きの方は、FM ギノワンの Facebook あとホームページもチェックしてみてください。今日はどうもありがとうございました。では皆様、また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美希子でした。チャオチーベディアもアラプロシマセティマナチャオ。